について、例えば重量が上がらなくて最近ね、ちょっと困ってるとか、もう少し重いものを担いでいきたいとか、腕を太くしたいとかいう場合におすすめなのがチーティングっていう技で、これちょっと4キロですけど、4キロが俺、限界以上の重さだとするじゃないですか、自分が上げられるのは3キロだったとして4キロだから上がんないですよ、3キロだったら上がるのにっていう感じで、そういう時に人って無意識に腰を反ったりこうやって、やりますね、こう曲げた状態からポーンと上に上げたりとか、無意識に効率的にやる。基本的に筋トレってどんな種目もそうですけど、上げるときに速く上げて戻すときにゆっくりっていうのが大前提ですね。どの筋トレも筋肉痛が起きるのって戻すときなんですね、実は。上げるときじゃなくてここで起きてるんですよ、下げてるときにブチ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 って、筋肉痛を起こさないと筋肥大ってしないですから、全力が3キロだとして、4キロは上がらないです、このままパーってなります。なので、一回足とか反動を使って、思いっきり上に反動を使って上げます。だから、これならできますよ、で、ここから体力、ゆっくりゆっくり下げる、で、また下に行ったら足上から、これだったらできますよね。これがチーティングですね。チーティングです。自分ができない重さを筋トレできるっていう、やっぱりヘビーウェイトの、重い重さを扱った方が筋肉って鍛えやすいので、上げてる時は筋力って 80% しか使えてないんですけど、戻す時は 120% 使えます。なるほど。だから耐えられるんですよ。はあ。ちょっと重量がウェイトが伸び悩んでる人とかはおすすめですね。いやもう気にしないで、緊張しなくていい。すげえダメになるから、さっきの話をもう一回するで、いいよ、続けていいよ。5回ですね、パワーをつけたいなら。そう、パワーつけたいんだったら、本当は3回とか、こんな短くて 1から5回ぐらい。それ何セットぐらい？もういけるだけでも、5セットぐらいでいいんじゃないですか、ってやって2、1秒で上げて4秒で再生です。胸張りましょうか。胸張り、余計な筋肉は使わせない。はい、2、3。耐えて、ここをやりたい、はい、OK です。来ますね、おいしい、うわー、左はきついかな。あー、いいね、あー、もっと最後の足割って、足割って、10秒かけ下げ、2、3、4、5、6、7、8、味わって、はい、OK、 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここは、いいね、今ちょうど力尽きた感じです。で、1分半過ぎたから右手 OK みたいな、はい、右手いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いいね、はい、1、2、腰が反り、腰が反り、頑張って、5、6、7、よいここ、8、9、はい、OK です。いや、すごい。せーの、1、2、3、4、5、右足にも体重乗せましょう。そうそう、自然に、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、もう少し早く下げたい、
そう、そのあたり大体、そのあたり、はい、よいしょ、あ、すいません、申し訳ない。いえいえ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。ありがとうございます。1、2、3、4、5、あー、いいね、ナイスオブ。そうそう、できるだけ普段の姿勢と変わらないように。9、10、1、2、3、肘が前に出すぎるとあんまり二頭に入らないです。7、8、9、10、きついきつい、よくね。2、3、4、5、6、7、前体重、前体重、9、はい、OK。 1、2、3、そう、右にも体重を置きたい。5、6、そう、2頭だけ使う。8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、よっしゃ、ラスト。よいしょ、ごめん。はい。くそ。1、2、3、4、5、6、7、8。タイプ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 。はい、OK。いやー、ゆっくりするだけでこんな違うんだね。よっしゃ。1、2、後ろに、もう少し後ろにしまくそう。5、6、7、あー、いいね、ナイスオーム。9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うわ、1、そう、15キロでもきつい。2、3、4、5、6、7、8、9、はい、よっしゃ、1、2、3、肘を後ろにストップ。5、6、つま先体重になりましょう。前に、そう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 、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、3、2、3、4、5、6、タイツ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 、9、はい、OK です。